こんにちは、マッキーナの太田です、今日は10月の19日の火曜日になります、今週末ね、すごく、ご来店多くてですね、で、お預かりも非常に多くて、予約作業いっぱい、今週もね、させていただいてます。でやはり水圧洗車とラッピングが多いので、水圧洗車に関してはね、そのインテリア、バラバラにしてるお車がいろいろあったりだとかね、するんですけど、まあ、本当に、ご来店、皆さんいただきましてありがとうございます。ご予約もね、本当にいっぱいいただいてありがとうございます。寒くなりましたけどね、みんな頑張って、やっていきますんでよろしくお願いします。ほんで、まあ、今日の動画もラッピングとかね、そういうような、動画が撮れてますんで、この後ご覧ください。はい、それでは今日の動画スタート。はい、こちらは新規様でご依頼をいただきました、アウディの A5 のスポーツパック現行ですね。今回ご依頼いただいたのは各部のメッキパーツのラッピングになります。フロントグリルで、このサイドガーニッシュですね。で、ウィンドウモール。もう定番ですね。こちらのウィンドウモールのシルバーの部分ですね。で、リアのバンパー下のこのシルバーのガーニッシュ。ここら辺りを全部グロスのブラックでラッピングのご依頼をいただきまして、今週末納車となります。はい、では慎重にやっていきます。はい、アウディ A5 の、メッキパーツのラッピングですね。こちらの方を今ずっと進めております。グリルの周りの枠ですね、メッキの枠。こちらはもう、3M の2080グロスブラック貼り終えてます。で、こちらのガーニッシュですね。これ、シルバーパーツだったんですけど、こちらの方もね、もう貼り終えてるんですけども、今助手席側を貼ってるとこなんですけどもね、このガーニッシュはこれ非常に立体的でして、しかもこのダクト形状になってるんですね、奥行きが。でこういうパーツなので非常に、まあ難しくて1枚張りでは無理なんですよ。で、すでにね運転席が終わってるんですけど、まずねこの内側のこちらから張り込みます。で今張り込んでも各部の、巻き込み処理とか終わってるんですけど、新たにその上にねこれナイフレステープを貼ってるんですね。いつものこういうナイフレステープ、これがカットラインになります。これを貼り込んで、奥行きを先貼ってからこの周りを今からかぶせて、貼るという、まあ、そういう段階になってますね。はい、こういう形で処理を慎重にやっていきます。はい、では引き続き進めます。はい、引き続き A5 の、バンパーガーニッシュを今貼り終えまして、先ほどの動画のナイフレステープをね、貼り込んで、周りをラッピングしてカットをしたところですね。もうカットするとね、わからないですね、カットラインがほぼほぼ。まあこれくらいのね、素晴らしいクオリティで進めていってます。はい、まあフロントフェイスが今一気に引き締まったところですね。はい。で、引き続きドアモールとかね、今やっていってますんで、慎重にやっていきます。はい、1週間お預かりで、ラッピングの方をさせていただいておりました、アイ様のアウディの A5 スポーツバッグですね。すべて完成しました。では、フロントから。まあね、途中動画でもご紹介したんですけども、もう圧倒的にスポーティーになりました。このね、グリルの周りの枠ですね。こちらと、バンパーガーニッシュ、ここが全部、まあ、シルバーだったので、これは 3M の、2080のグロスブラックでラッピングすることで圧倒的にスポーティーです、ね、このガメタボディとね本当に相性がよく、かなり引き締まったかなと思います。でウィンドウモールですね、横から見たらもう一目瞭然なんですけど、この窓の枠が全てメッキだったんですよ。でこれを全てそのグロスブラックにすることで、まあ、引き締まり感が半端じゃないですね。この前の A ピラーの周りとかドアの周り、こちらですね、これ全てグロスブラックのラッピングです。でリア周りも、バンパー下のガーニッシュですね、こちらです。このツヤツヤの黒のところ、これがシルバーだったんですね。
こちらがグロスブラックになることで、まあ、リアビューもすごい引き締まりましたね。もうシルバーがこのマフラーカッターとホイールしかないんちゃいますかね。こんな感じで引き締まりました。もうほんと艶やかです。はい、本当にRS5 とかね、RS7 とかの、まあ、スポーツバッグ、そういう雰囲気に一気になりましたよね。塊感も出てすごいスポーティーです。はい、またね、ホイールもね、こうなると黒にしたいなと個人的には思うんですけども、またいろいろお話をさせていただきます。はい、ご来店ありがとうございました。はい、こちらは、以前ね、ワークのホイールを、装着させていただいた S 様の、今の新車の CHR ですね。こちらも、日曜日からお預かりをさせていただいてまして、今何をしているかというと、じゃん、インテリアバラバラです。またね、インテリアのちょっと水圧洗車のご依頼をいただいてまして、このセンターのメインパネルとか、センターコンソールですね。で、こちらのパワーウィンドウスイッチあたり、ここら辺をすべて水圧洗車、ご予約をいただいておりましたんで、昨日も全部ばらしましてね、今週のプランで、完成させようという、まあ、そういうところです。はい。今週末のね、約1週間後の YouTube でどんなインテリアになるか楽しみですね。はい、ありがとうございます。引き続きよろしくお願いします。はい、こちらはいつもカスタムしてくださる、K 様のワゴン R ハイブリッド、今回ねインテリアのプランなんです。じゃん、バラバラです。日曜日にお預かりをさせていただいて、昨日からちょっと早速もうバラバラにさせていただいてます。インパネの、メインのパネルで、ステアリングのねスポークとか、まあもうドアのね内張りバラバラですけど、こういうとこのパネルとかね、いろいろ水圧洗車カスタムを、今回はご依頼いただきました。またね完成した動画楽しみです。結構ねインテリア激変すると思います。以前はね外装を、これギャルソンのデアデイのエアロなんですけども、すべて装着させていただいて、このフォージドカーボンで水圧洗車をさせていただいてますね。はい、こういう、形で決まった K 様のワゴン R、またねちょっと1週間で K 様は無理かもしれないんですけどもね、また後日、完成動画お楽しみにしてください。はい、こちらは M 様の、現行シビックになります。今回作業をご依頼いただいたのは、無限製のフロントリップを塗り分け装着ですね。非常にこう立体的なね、このバンパー先端のリップなんですけど、上面ボディ色で下側が、グロスブラックというこのツートンで塗り分けさせて、いただきました。で、まあこのねツートンにしてから、クリア塗装をね全体にかけてるので、もう段差も何もないんです。これツルツルです。すごいクオリティ高く決まりました。で、上面をねボディ色のこのグレーにしたので、すごくこうなんだろう、ボリューム感出ましたよね。すごくいい感じ。もともとシビックこのグリルとか、こういうフォグガーニッシュですかね、こういうとこが、グロスブラックの、仕様なので、このエアロのね側面のグロスブラックがすごく生きてるかなと、何の違和感もなくコーディネートできてますね。はい、本当にこの独特のこのボディカラーね、すごいおしゃれでかっこいいなと思いますね。はい、いつもご依頼ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、こちらはいつもカスタムをしていただいてます Y 様のレンジローバーイボーグになります。今回ねカスタムプランとして、エンブレムですね、今ねこれマスキングをこうボンネットの前にね、変わった形で貼ってるんですけどね、レンジローバーなんで、ここにねレンジローバーというエンブレムがついてるんですよ。
でそのロゴを、位置決めするのに、マキナではいつもこういうマスキングの仕方で、次に、きっちりつけれるように、してます。で、マスキングをして、慎重に剥がして今ね塗装をしてるんですね。で、グリルはねすでにもうこれ変えさせていただいたんですけど、最近のレンジローバーのグリルに交換ですね。ブラックグリルです。こちらに交換をさせてもらいました。でドアミラーカバーもね今外してるんですけど、もともとあのボディ色の白なんですけどね、これをちょっとラッピングで色替えします。でリアもあのフロントのエンブレムに対応する部分、ハッチにレンジローバーというロゴがついてるんですけど、ここと、この左右のハッチ左右のエンブレムですね、ここら辺を今剥がしてマスキングを、きっちりしてるんですけども、これも今塗装中ですんでね、この後仕上がりを楽しみにしてください。はい、それではやっていきます。はい、Y 様のレンジローバーイボーグ、ラッピングと塗装ですね、完成しました。このね見てください、今回ねレンジローバーロゴなんとなんとマットホワイトなんです。このね白いボディカラーに対してマットホワイトなので、遠目で見たらね何もついてないみたい。でもねこの光の陰影できっちりこの艶消しの白がね分かるというね、これはあの Y 様のアイデアですね。僕これ全く思いつきませんでした。こういうやり方もあるんやなとね改めて思いましたね。でね、あの先ほどお伝えしたモグリルはすでに交換させていただいてて、最近のあのレンジローバーの新世代デザインというかね、こういう、格子形状、こういう、メッシュになるのかな、メッシュタイプになってます。これのブラックグリルに交換をさせていただきました。でドアミラー、こちらはあの 3M の2080グロスブラックで綺麗にラッピングして処理をしております。まあね、この、ミラーの部分が、ボディ色じゃなくてこの黒になると、ね、一気に引き締まりますね。以前こういうフェンダーガーニッシュとかもこれ黒にねさせていただいてるお車になります。で、リアビュー、リアもね見てください、このねエンブレムレスみたいに見えるんですけども、マットホワイトです。でこのイボーグのエンブレムももちろんマットホワイトで、こちらのレンジローバーのこの楕円形のねこちらの周り、これシルバーリングやったんですよ。でこのシルバーもマットホワイトで全部コーディネートをさせていただいたという、すごいあのシンプルなねリアビューになりましたよね。ほんとこれアイデアですね、なかなか思いつかない。はい、こういう形でね、Y 様のイボーグ仕上げさせていただきました。いつもカスタムありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。はい、今日の動画いかがだったでしょうか。またね、引き続き、チャンネル登録で高評価なんかね、押していただけたらすごくありがたいです。はい、それでは次回の動画まで。さよなら。